なあちょっとね、はいはい、東京どこだ、福岡とか、あ福岡ね、はい、あ今日はですね福岡の遠くから来ていただいて、で京都の西本願寺系の向こうの方にお寺をお持ちなんですね、はい、浄土真宗ですね。で今回は、月刊誌の御堂、さんというね、あれにあのすごい写真入りでね載せていただいて、早速もう第1人目の入館者なんですよ。もう嬉しい限りで、今日はまあこの絵画とかもね非常に興味あるということで今見ていただいてるんですけど、このまあ物語のね最初のシーン、これはズバリ言いますとね、イエス・キリストの復活ということが分かったんですよ。え、そうなんですか。なぜイエス・キリストの復活かと言いますと、イエス・キリストはイスラエルのベツレヘムのところでね、光り輝くところから生まれてるんですよ。でイエス・キリストが復活したのは、その前に実は人間は罪深いで、皆さん罪を犯すので、で全ての罪を自分で背負って自らこの貼り付けになって亡くなっていったらしいんですよね。その3日後に復活した、それをね神戸大師空海はこの竹取物語の中にですね秘めたということが分かったんです。なぜかというと当時平安時代にできてますわね竹取物語で、そんなことを言ったら聖書が入ってきてるなんて大変なことになりますから、それで私はここにやったんじゃないかということが分かったわけです。で神戸大師空海を調べていくと、そのお母さんに柚月の木、シルコード沿いのカザフスタンにいた原始キリスト教の信者だったということが分かったんですね。それから神戸大師空海はどちらかというとそのイスラエルのレビさんというね、その神事をやる人たちだったということなんですね、はい、それが分かりまして、で全部これが分かってきたということなんです。まあ、これ最初にとんでもない話なんですけど、あとはまあご存知のようにその5人の貴公子がね、はい、やってまいりまして、難題を出すと。でこの難題がまあご存知のようにこの日本にはないようなものばっかり所望してる。しかもかぐや姫は結婚するつもりないので、そういうようなものを所望してるわけです。だから誰も持ってくることがまあできなかった。これインドにあるものとか、お釈迦さんが持っていた鉢とかね、それから中国にあるそのものとか、ヒネズミの皮ゴロムとか、それから渡り鳥であるこうツバクロの小安貝とかですね、うん、このツバクロの小安貝はまあどちらかというとまあこれ大臣がそのカゴに乗ってですね、ツバクロのスズメのところへ取りに行ったわけですね。で固いもの掴んだんで、はい下ろせると下ろされたら綱が切れて、下の金枝の上に腰を折ってですね亡くなってしまうんですけどね、これはどちらか南海の海で取れるその小安貝ではないかということがまあ分かってきてるんですね。あとまあこの、その、蓬莱山にある竜の首の玉をね持ってきてください。まあ、蓬莱さんの場合はちょっと違うんですけど、竜の首の玉を持ってきてくださいということで竜神信仰がまた出てくるわけですね。これ中国なんかのね、日本でもお寺のね天井画なんとか襖絵なんかに竜の絵がね描かれたりしてますね。だから神戸市空海はね、まあ、仏教徒であったので仏教のお坊さんであったので、まあ、それなんか持っている。ただこれがね非常にリアルに描かれてるので、この遣唐使で行ったその神戸市空海が向こう行った時にもすごい嵐にあってるんですね。それがリアルに描かれたので、最初神戸市空海ないかなということを調べ出したんですね。でその後いろんなことが分かって神戸市空海ということが、まあ、決定したということですね。でこれは蓬莱の玉の枝ですね、まあ、蓬莱山にある、まあ、玉の枝で、こんなん簡単に持ってこれないのでね、だから工人に作らせたんですね。ですからところが工人にその大臣はお給金をあげてなかったんですね。それでかぐや姫のとこ行ったらもらえるだろうってこう来たわけですわ。で大臣は一生懸命その手柄話をね、まあ、してるところにですね工事がやってきてですねバレてしまったと、作ったのがね、でボツやったとかね、まあ、これはインドの先ほどのね橋ですね。それからヒネズミの皮ごろも、まあ、ヒネズミの皮ごろもはこれはまあ中国のね支那にあるそのヒネズミの皮ごろもという、まあ本当はどんなものかわからないんですけど、ただまあ貿易商に大量の金を与えてね持ってきてもらったんだけど、まあ商売人だから今までいただいた金だから足らんからもっといただかないとってうまいこと言うてねごまかしてね持ってきてもらったんだけど、本物はまあ燃えなかった。ところがまあメラメラと燃えてしまったんでね、まあ偽物だったと。
まあ、いうような物語がまあ展開してですね、まあ、それを聞いた帝もまたやってくるわけですね。で帝も腰を持ってきてですね、かぐや姫強引に釣りで帰ろうということで手を握ろうとしたらね、あのかぐや姫消えてしまった、突然ね。でもう帝もこれはもうどうしようもないから、もうせめて一目だけあのもう一度姿を見せてくださいと言ったら、またふわっと現れたというね、物語が、まあ、展開するわけですね。でそのあたりで普通は、まあ、かぐや姫の物語は場合終わるんですね。例えばあの最近映画化されたあのアニメのね、ジブリの映画、あれはもうその辺で終わってるんですね。でかぐや姫は帰っていくと終わるんですけど、まあ、あれはかぐや姫の物語で、竹取物語はさらにそれに続くんですね。であの8月15日になるとですね、かぐや姫は迎えに、月から迎えに行く。で迎えに来た人がですね、実はかぐや姫は月の世界で罪を犯したんですというわけですね。ですから地上界に降ろされて、竹から生まれ出たと。これが先ほど申しましたように、かぐや姫は月の世界で罪を犯したので、イエス・キリストは全ての罪を背負って亡くなった。その3日後に復活した。だからかぐや姫もここから復活した。でその罪の期間が終わったので迎えが来たんじゃないかと、8月15日にね、いうような、まあ、シチュエーションになってるんじゃないかなと思われるんですね。で、まあ、かぐや姫は帰っていくんですけど、その後その不老不死の薬を、まあ、置いてきたわけですから、帝はですね、この帝はもうそのかぐや姫のとはその文を交わしてますので、あの万葉集にはだいたい恋愛というのは文を交わすことにお互いが ね、なってますね。でですからかぐや姫は帝に、帝はかぐや姫に、まあ、好き好んで、好きであったということが言えるわけですね。でその不老不死の長生きできる薬を月からの使いが置いていったんですけど、もう帝はその職務をできなくなってですね、かぐや姫のことが消えずに、だからその煩悩を消すためにですね、帝は駿河の伏の山へ行って、この不老不死の薬を燃やしてきなさいということで都の兵隊にね言って、で物語が終わるんですね。でこの都の兵隊というのは京田辺にありますその大隅隼人、九州の南の方にある隼人、元は熊祖といってね、ご存知ですわね。でね、それがね、あのこの京田辺というところに大隅隼人がやってきてるんです。で平城京の都の兵あの門番とかね、それから行幸の時に先頭を歩くとか、あるいは大城祭の時なんかにその隼人舞をしたりですね、竹細工をしたりとかいうことで、向こうから、まあ、隼人がやってきて、この辺りに真竹とか破竹、奈良時代からある竹を植えたんですね。だからこの辺たくさん植わってるんです、だから隼人が深く、まあ、介在してるというところから、この近くにある同志社大学の、まあ、京田辺高知にいらっしゃった考古学の森小石先生、有名な考古学の権威の先生なんですけどね、まさにここはその隼人がいて、竹取物語に出てくる沖縄の家は山本近くない。ここはねちょうど山本なんですよ。食日本儀に出てきますあの太宰府なんかへ行く官道がありましてね、山陽道、古山陽道いうんですね。でもう一つは古山陰道、京都の北部へ行く、その平城京から最初の馬屋にあたるんですね、ここが。それで今日来ていただいた近鉄宮巻駅がもうすごい駅になったんですけど、昔はもう田んぼだらけで、ね、何にもない駅だったんです。ですからそこが遺跡群になってるのを発掘したらですね、地下の3メーターあたりから掘ったて柱式の建物とか、それから、あの和道開地、それから延面すずりですね、すずり、それから、作りたてのマガタマ、まあ、マガだから玉作り工人もこの辺りにいたということを分かってまいりまして、ね、掘ったて柱式の建物もちろん飛鳥時代のね、それで、まあ、ここはその沖縄の家は山本近くなりというのとバッチリ当てはまるというところから、いろんなことで、この京田辺のですね、竹取物語の里であるということがまあ分かったわけです。でそれとはまあ文献的にもね、京都府立大学の門脇誠二先生とか、それから地名学の吉田兼英子先生とか、同じまあ名誉教授2つを持ちなんですけど、そういう先生方もここは間違いなくかぐや姫の竹取物語のできたところであると、舞台としたところであるということも言っていただいたんですね。あとまあその他この辺にね、地名起源説山本言いましたね。で向こうでまあ見ていただいたらいいんですけど、かぐや姫というのは古事記に載ってる水仁天皇の妃の一人にかぐや姫というのがいらっしゃってね、
影見のお父さんに大続き、タリネオというのが、まあ、いらっしゃるわけで、大続きのこの続きというのはですね、この続き軍の続きなんですよ。それから継体天皇の続きの宮の続きでもあるわけですね。それが分かったんです。これ文献学 の、まあ、あの門脇貞先生がもう証明していただいたんでね。今まではそんな時代は神話だと言われたんですけど、もうとんでもない、ちゃんとここにそういう伝承があるわけですから神話ではないということが分かってね、これで猛騒ぎになったわけですね。で、まあ、続き続きですね。で、まあ、面白いことに筒の木という書くんですね。筒の木というのはまさに竹ですが、筒になる、これどういうわけかね、偶然にこんなことが一致してるんですけどね。だからここを舞台に、まあ、神戸大師空海は竹取物語を書いたのではないかということが分かって、で先ほどのその貴公子ね、5人の貴公子は奈良時代のその壬申の乱で活躍した人なんですよね。ですからあの奈良が舞台というように思われるんですけど、物語ができたのは平安時代の初めなんですね。元は漢文で書かれてた。で現存しているのはひらがな混じりの文章になっているので、まあ、誰かが平安時代の中期以降に、まあ、書き直したのではないか。まあ、一人挙げられるのは、源氏物語の作者は紫式部ですね、その中でこの作は紀貫之と、で絵はその小瀬の近江というようなことを書いてるんですね、絵合わせの巻のところでね。ですから案外ごく最近まで NHK さんなんかが紀貫之だというようなことをおっしゃっておられるんですが、元は漢文だったのでね、ですからそれをひらがなに直してるんですね、紀貫之らが、多分そうやと思うんですけどもね。ですからあの元は神戸大師空海やないかなということが、まあ、分かってきた。あと、まあ、この京田辺の近くには、まあ、帰りに見ていただいたらいいかもしれないですけど、寿宝寺の鶴沢の池というのがございましてね、今はこの鶴沢の池が、ね、埋め立てられてね、情緒がなくなってしまったんですけど、はい、これ万葉集の三大池の名所の一つなんですよ、鶴沢の池というのがね。一つは、まあ、あの京都の北部の大覚寺、はい、それから奈良 の猿沢の池か、はい、でここの鶴沢の池と三大池の一つだと言われて、そこに天女伝説 もあるわけですね、このここがね。あと、まあ 天孫降臨説というのはですね、まあ、天からこう降りてくるというね、まあ、それは先ほど の、まあ、あの大隅隼人が信仰する神社が月読み神社、月を読む神社で、その祭神が月読みの御事であり、まあ、かぐや姫の御事と、これは竹文化、月信仰、隼人舞とかが関連してくるということですね。でこの隼人の信仰するその月読みの御事が宿ってるのが神奈美山なんですよね。このちょうど京田辺にですね、神奈美山というのがございましてね、そこがまあ不死の山であって、作者はその不死の山を描きながら、最後のラストシーンはかぐや姫が帰った一番月に近い富士山ですね、まあ、当時は富士山と言ってなかったらしいけど、不老不死の薬を燃やしたので不死の山という物語が出てくるんですけど、まあ、それをラストシーンに持ってきた、まあ、当時煙が上がっててね、月に一番近かったので、この舞台はここ京田辺の神奈美山を描きながらラストシーンにそのものをこう持ってきた、そして物語は終わるというような形に、まあ、概略を説明いたしますとね、まあ、なっているということですね。で、お寺のまあ関係の方なんでね、この神戸大師空海というのはだいぶいろいろとご存知ですか？あまりそうはないですね。まあ、なぜ神戸大師空海がね作者なんかというのは、ここはね神戸大師空海の作者のね展示した場所なんですよ。で、神戸大師空海は遣唐使で中国行った時にすごい大嵐に遭いましてね、台湾の近くの石岩鎮という地方のにたどり着いた。本当はこの天台山のある寧波寧波というところにねたどり着くんですけど、かなり南の石岩地に流されてしまった。でなかなか上陸できなかったんですね。で空海は漢文とかを全部勉強していってましたので、代表がいくら書いても認められずに、で空海に書いていただけないかということで、空海がさらさらと漢文で書いたらですね、もうそれがですね、地方高官にそれを見られてね、ここまで書ける人間は日本から来た遣唐使間違いないということで、上陸は2ヶ月ぶりに許されたというんですね。またこの文章がね非常に、まあ、伸びてると長くなるのでやめますけど、ものすごく巧みな文章なんですね、すごいですね。であとね、空海がその後ずっと歩いて、まあ、長安へ行くんですけど、で長安へ行った時にですね、これご存知のように平安京とか平城京の条理性のね
場所で、真ん中の上は大極殿、中国では大極宮院ですけどね、その左上の方に大神寺というのがあるんですね。あ、上の方ね、はい、これは慶教の寺院なんですね。でちょうどこれね、慶教の寺院というのは原始キリスト教、ネソリウス派のキリスト教だったんです。でなぜかというと、ちゃんとここにですね、大神慶教中国碑というのがありましてね、これ漢文で書かれてて、ヘブライ語なんかでも書かれてまして、ないことわからなかった。つまり中国に古い時代にもキリスト教が入ってきてたということを表す碑でしてね。でこの碑のレプリカが神戸大師空海の高野山にちゃんとこれがあるんです。ここに、はい、で京都では京都大学のね、博物館のロビーにもこれがある。日本で2つあるんですね。世界で30のレプリカを作られたんですけど、日本に2つあるということで、非常に深い関係。だから神戸大師空海は中国へ行ってですね、この先ほどの大神寺の慶教寺院で最初にここへ行ったらしいんで、この般若三尊に連れられて、何を学んだかというのを中国人が書いた本を読みますとですね、復活を学んだって言うんですね。つまりペルシャから来ていたお坊さんというのがね、人からその復活を学んだんです。でその後この般若三尊のサンスクリット語のね、その勉強、つまりこういう梵字ですがね、サンスクリット語というのはね、もうこれも日本でまあ勉強していってるんですけど、まあ、さらに学んで、で、下の西明寺で英一王将と交代して、最後にこの右横の方の真ん中にあるその清流寺というところでね、インドからやってきた大僧正の慶化和尚から真言密教の神髄を、まあ、学んだと。で3ヶ月で学ぶ、もう全部マスターしたんです。すごい、3回ね、とても、はい。だからなぜかというと、京都奈良のですね、元号寺とか大安寺、まあ、中国からいろんな僧が来たりしてましたわね、そこでも猛勉強してるんです。だから本来の真言密教すべてもう空海マスターしてるんです。もちろん漢文でしょ、サンスクリット語でしょ、全部マスターしていったわけです。ですから中国のこの清流寺に1000人の僧侶がいたにもかかわらず、空海が一番優秀だったんです、はあ、すごいですね。すごいです。だからなんていうのかな、真言密教の場合はこのインドのヒンズー教のようにこの火を薪を燃やすんですね、バーッとね。で煩悩をまあ消すというそういうやり方が普通の仏教ではないんですね。だからそれが実際にはもう書物では学べないんですね、まあ、それは祈祷という形のものであったりね、あるいは煩悩を消したりとする、まあ、いろんなやり方があるんですけど、まあ、それをまあ3ヶ月でマスターしたら、もう全てマスターしたことになったんですね。ですからその慶化和尚から、あなたには全てもう伝授しました。だから道具とか仏教の書いたものとか全てあなたにもう渡すので、早く日本へ帰って密教を広めてください、言われたから早く帰れたんですね。本来なら指導僧といいまして、自分でお金出していったということなんでね、20年間いなきゃならなかったのが、もう1年半ぐらいでもう帰ることができたんですね。でこの慶化和尚はもうその6ヶ月後にですね、もう亡くなったらしいんです。でその後は空海が引き継ぐんですけど、その時にその僧正文というのかな、それを空海が代表で書いたと言われてましてね、で空海が一番まあ優秀であった。その空海はご存知のように東本願寺とか西本願寺のそういう人たちと深いつながりがありましてね、だから空海のその中国から持って帰ってきたその聖書の精神がですね、中に入ってるということらしいんです、はい。まあ、皆さんご存じないとは思いますけど、非常に親しい関係であったということを聞いております。であとですね、竹取物語の作者空海というのにですね、ここに空海が書いたその雑対書というのが非常に珍しい字なんです。でこれが読むとね、これ宋のごとしという漢文で書いたんです。この宋という字が木偏に目でしょ、はい、これ何の絵に見えるかというね、絵文字とも言われる。あ、絵文字ね、あ、そうですね、はあ、木はね、これはまあ松やと思うんですけど、目の字の横棒ね、これなんか飛んでるでしょ、あ、飛んだ鳥が、うん、まあ、今日はちょっと詳しく説明してなかったんですけど、うんうんうん、ですね、鳥が飛んでます。これつばくろの小安貝、つばくろ、要するに渡り鳥のね、ツバメ。これはまあちょっと小さがわからないですけど、こっち側のね、これ聖のごとし、こっち見るとまさにこれも
ツバメの絵でしょ、これ線のことしてね、でこれという字の上ヒーという字書きますわね、ヒーの横棒がね、これ真ん中が太くなって真ん中に割れ目があるね、この絵柄になってるんですよ。今日はあまり前半部分で詳しく説明してなかったのでわからないと思うんですけど、これは南海の海で取れるその小安貝じゃないかなと、ね、安山の貝でもありね、で古い時代には南海の海たくさん取れましたので、中国の、まあ、一番古い天王朝に、まあ、輸出してた交流があったということが分かってるんですね。あとね、最後これなんとかのごとし、これなんとか、この字がね何の字に見えるかと、これね左が奉仕の絵が描いてあるんですね。これまあ今日はあんまり詳しく説明しなかったらもう一つ分からないと思うんですけど、これ作るとかね、あれは竜やというんですね。私は竜やと思うんだ、難しい竜ね、立つという、ね、月にね、これ五人の貴公子の中で竜が現れるでしょ、ね、あの大臣が何宮から船に乗って竜に、竜の首に5つの五色に光る玉を取ってきてください、それ竜が出てくるでしょ、これそれぞれこの不思議にもなんかみんなそうですね、みんなその難題に絡んできてますでしょ、だからこんな普通の人ではここまで関心を持って書かないんじゃないかですね、いうところから、まあ、神戸市空海がこの難題に非常に深い関係が持ってたということもあるし、もう一つは、まあ、ご存知かもしれませんが三号四季というのがあるんですね。この空海が書いたね三つの教えの三号四季、これを読みますとね、まさにこの繰り返しの言葉ですね、あるいは何とか、あるいは何とか、あるいは何とかが5回出てくるんです。で竹取物語でもあるいは何とか、あるいは何とかが出てくるんです。これなんか強調するような文章手法らしいですね。そういうのが出てきてね、まさにこれね、その他いろいろこの三号四季を読んでるとですね、神戸市空海がその書いたね中身がもう聖書の精神とか、仏教、密教、儒教、それから、まあ、いろんなその人間の関係するようなものを全部網羅してるんですね。だからこれをもとまさにこうここまで書ける人はもう竹取物語なんか書くのはもう簡単に書けたんじゃない、宇宙の言葉で書いてるんですね。だから私はもうこれで、これを見てからもう神戸市空海も間違いないなというふうに思ったんですけどね。まあその他、あと竹取物語の中ではその前の嵯峨天皇にこの空海は仕えてるんですね。ですから大覚寺のその京都の北の方にありますもみじで有名な神護寺、はい、あれは高尾山寺と当時言った、そこで空海は政務を取ってたんですね。ちょうど嵯峨御所があった頃にね、嵯峨天皇とも親しい関係、三筆の一人と言われてますからね、嵯峨天皇と立花の早成と空海とは三筆の一人ということでね、いろんな昔の和歌とかをねまとめたりいろんなことをしてたという親しい関係がありましてね、その時にその嵯峨天皇の前の天皇であった平城天皇が元気になったのでね、健康問題で嵯峨天皇に変わったんですけど、元気になったんでもう一度政権を取り戻そうとしてクスコの乱というのがあったらしいんですよね。それを治めたのも神戸市空海が先ほど高尾山寺というところで祈祷することによってですね治まったのではないかと言われてですね、でその後その中将という、これは宮内庁というのが、まあ、宮中の中であってね、それ党の中将というの頭を入れた中将を設けた。なぜ儲けたというと、そういう反乱が二度と起こらないように中将の上に党というのを設けて、そのお目付け役を置いた、この党の中将が竹取物語に出てくるんですね。ちゃんとで源氏物語にでも4回は出てくるんです。なぜかというと源氏物語は私は竹取物語を親として書きましたちゃんと言ってるんですね。ですから明石の巻なんかも、まあ、あるわけですけどね、まあ、この党の中将も出てくる。さらにはね、まあ、平安京のあの頃にはその狩り場がね片野の方だったんです。片野ってことで平方なんだ、うん、つまりね竹取物語の中では帝はですね、かぐや姫に、まあ、会いに行くんですね。とらかぐや姫に会いに行こうなんて帝はそんな神さんですから、そんな恐ろしいこと言えない。ですから狩りに行くついでにかぐや姫のところを見に行こうかというのに来たと、ように物語に書いてある。つまり平安京の狩り場は片野であり平方あたり、つまり一山越えれば一丘越えれば京田辺のここなんですよ、はい、
だからここだということをまあ示唆しているのではないかということが言えるわけですね。あと、まあ、あの神宮寺というのをご存知ですかね。あの神社のところに神の宮の寺が、これ作ったのも小村執行会なんですね、はい、で明治の頃に、まあ、廃仏毀釈でね、あの神宮寺全部廃止されて日本は神国であるということで、あの神社にあったその神宮寺は全部なくされてしまったんですけど、まあ、鳥居なんか一部残ってますわね。でその神宮寺をですね、実は最近分かったんですけど、最初に神宮寺を作ったのがこの京田辺のこの西の方にある天皇というところにですね、土神社というのがあるんですね。でここの神宮寺に小田氏空海がですね、最初に神宮寺を作って、そして本地仏を刻んだというふうに書いてる文書が見つかりましてね、まさにこの小田氏空海が最初に神宮寺を作った時にこの土神社で神宮寺をというものを設けて、そしてそこで本地仏を作ったということが最初であるということがまあ分かったという場所でしたので、実はここはものすごく古い歴史があるということですね。で一番古いのは、まあ、神宮皇后も関係してますし、それから大御堂普賢寺というのはございますかね。大御堂普賢寺というのは東大寺の、ね、別棟でしてね、あの大御堂普賢寺には国宝の十一面観音さんがいらっしゃるんです。でそこは三号がね、お寺の三号あるじゃないですか、はい、す沖長山って息が長い山、つまり息が長い山、沖長たらし姫という沖長の字なんです。沖長氏の字なんですね。沖長たらし姫の電車はここにあるんです。それ神宮皇后、神宮皇后にいた。で蟹三日月の見事も、まあ、いたということが、まあ、分かってますし、でそのそこの場所にはその絹織物がね、あの塗りの実のがやってきて絹織物をやってたという多々良という地域があるんですね。だからつまり絹織物ということは、要するにあの宮中で今作っておられるのがああいうひらひらした、ね、絹織物ですね。ちょっと普通の絹織物ではない。それがまさに竹取物語 の、 あの、ね、羽衣、羽衣で、ね、羽衣でしょ、ね、それもこの場所バッチリ当たるでしょ。で空海が密教寺院でしょ、先ほど の、 あの大御堂観音寺もここの山本のお寺も密教寺院で、五大名があるんですよね。つまりこの、空海が持ってきた不動明を中心に豪山禅明とか 4つの、まあ、仏像が並んでるというね、まあ、当時なんかもそうなんですけど、密教寺院にはそういう絵柄のこの豪山禅明がこの村にあるんです。で全部揃ってるんですけどね、2つの寺に、まあ、神宮寺にあったのが分けられたもんですから、あの京都ラーメン、ここには3つあるんですけどね。それと千住観音、千住千元観音といいます、千本の手がある観音さんがこの寿法寺にあるんですね。日本で3体しかないんですけど、千本の手というね、だいたい官僚化してる普通はね。でここと、それからあの大阪の藤井寺、それから奈良の東照大寺、この3つのうちの1つがこの京都ラーメンにあるということですね。でこの五大名王のこの像が、この嵯峨天皇がいた大覚寺と同じ材木で同じ武士が作っていたということから、非常にもう深い大覚寺との関係がある。つまり密教に非常に深い関係がここに、この京田辺のここにあるということですね。で隼人も介在してるしね、まさに月読みには月に関係するね。それはで、まあ、ここはまさにその竹取物語のね、まあ、里であるということがね、お分かりいただけるんじゃないかと思いますね。あとね、これね最近分かったんですけど、まだこれはまあ確定はしてないんですけど、この土神社の祭神のね、この御神体、神社に御神体ありますね。これは御頭天皇なんですよ。御頭天皇、牛の頭と書きましてね、御頭天皇。で御頭天皇はスサノオノミコトも言いますね。これスサノオノミコトというのは今までね、あの御頭天皇はこれインドのね、あの祇園精舎にあったと言われてるんですね。で、京都の祇園祭りが行われるところにも御頭天皇ですわね。で、実はこの土神社のこのから榊を送って、祇園社に、京都の市場にあります八坂神社に榊を送って、そして祇園祭りが始まったんですね。だからこの京都ラーメンにある御頭天皇は元八坂であるということが言えるんですね。でその元八坂にある御頭天皇のいた、この御頭天皇の御神体がね、これスサノオノミコト、御頭天皇というのはスサノオノミコトで、私スサノオノミコトは分からなかったんですけど、
ある人に聞くとですね、ペルシャのスサという地域にあった王様の御事である、このゴツ天皇だからペルシャから来てる、要するにシュメール文化ですね、紀元前3000年から5000年前に日本やってきてるんですね。星の犬座を頼りにしてね、奄美というところに、奄美大島に来てるんです。で、奄美はシュメール語で海洋民というんですね、海の太平洋の海洋民と言われてるんです。これ間違いないです。だからもう紀元前、まあ普通は300年前頃にはもうたくさんもうついていたと言われてるんですけど、日本にね、だ3000年から5000年前に現在の文明よりもっと進んでた文明がそこにあったと言われてるところからやってきてる。で、エジプトのね、あのファラオなんかの絵柄を見ると顔は動物の顔をしてて下が人間の体をしてるんですね、うん、それと一緒なんですね、このゴズ天皇というのは。まさにこのシュメールからやってきたね、この人物像やないかな、これまあ見ていただいたら分かると思うんですね。木造の像のよく似てると思うんですよ。頭が牛の頭してるんです。で、三面ですね、憤怒像で、ね、手前と左右に顔があるというね。だからこれスサノオの御事からやってきた、そのそこからやってきたその言われの像やないかなと私はまあ思うんです。でなかったらこんなもんないんですよ普通はね。だからそういうものすごく古いその歴史がねここにはある。でもう一つはね、岩船神社というのがありましてね、あの石の船と書くんですけど、これはねノアの箱舟やって言うんですよ。つまり旧約聖書に載ってくるね、ノアの箱舟、なぜノアの箱舟かと調べてみると、にぎはやひの御事が降臨して、そして生駒の長すね彦の娘をもらって、その後富というところ、奈良の富尾というところ、富というところでその物の部氏の先祖がこの付近にできたんですよね。つまり神武天皇よりも先に奈良に来てた人で物の部氏でしょ。まあ、国はそんな認めないんですけど、物の部氏というのはね、あの古事記日本書紀で書いてないから。ところがそれがこの辺りだったわけですよね。でそれがまさにこの岩船神社の片野とかいうところにも降臨してるという話もあるんで、ちょうどこの辺りに来て、その麓の富というところで物の部氏の祖先を築いたという伝承がございますので、ね、だからここはその神武天皇よりもはるか昔にやってきてた、奈良よりもはるかに古い時代にいろんな人たちが大陸からやってきてた場所じゃないかなということが分かってきたということですね。理解できますかね。なんかいろんなものが入ってきて、いろんなものが入ってきて、でつながりが全部できてきましたからね。ね、まあつながりも今話されたように聞いてたら、本当すごいこういうことがねあってたってすごいですね。そうですね。だからこれらはもうそのあまりにも古すぎるので教科書に載ってないんで、ね、皆さんご存じないんですけど、もうこれはもうちゃんともう考古学上でもね、仏性でも全部分かってますから、あの全部つながってきてるということが、まあ、言えるわけですね。まあ竹取の物語から、まあ、そういうところまでですね、この歴史が深い歴史が、まあ、つながってきてね、深すぎてすごい深すぎて、ね、でなぜその、あの空海がそのあのこの竹取物語の中にね、この聖書の精神ですな、復活、イエス・キリスト復活を入れ込んだのかと、うん、いうことは、これは何もね、当時ね、その不思議なことではなかったんですね。つまり奈良時代にはもうすでに聖徳太子も向こうから来てるんですよ、うん、はい。だから聖徳太子はまたの名をその馬宿の御子とかね、馬宿の言いますね。でイエス・キリストも馬小屋で生まれてるんですね、うん、私イスラエルで見てきたんですよ。見てベツレヘム で光輝くところからちょっと5メートル離れたところ、馬小屋があるんです、うん、なんでこのとこ馬小屋なの、私全然その当時は何も知らなかったんでね、うん、待てよ、馬小屋ってやったらどっか有名な人が日本におったんちゃうかなって調べていくと、うん、まさに聖徳太子がそういう人たちやったんじゃないかなと言うて調べていくと、ある人からね、いや聖徳太子は向こうから来てるんですよ、トルコとかトッケとか来たタリシヒコという人ですよって言われてね、あなるほどそうかと。ただ聖徳太子はその、仏教徒と言われてますわな、蘇我氏、はい、ね、ところが向こうから来たんだと蘇我氏は関係ないですわね、まさに聖書の精神ですから物の部氏の系列なかったらいかんわけですよね。ところが
あの法隆寺にはその聖徳明殿という八角堂があって、そこに聖徳太子の姿がね、久世観音が描かれているというのが聖徳太子になってるんですけど、女仏教徒やないかと言われてるんですけど、その後その聖徳太子を奉るためにその仏教徒に書き換えたいうことが分かった。奉ったんです。だから聖徳太子のあの像というのはお寺にたくさんあるじゃないですか。あの十何歳の幼少の頃のね、あれはどちらかというとあれね、鎌倉時代ぐらいからその聖徳太子信仰私始まったんじゃないかなと思うのね。これは元号寺行った時にね見てきたんですけど、鎌倉時代よりも遡る聖徳太子像ってないんですね。奈良の元号寺だったらもうそんなもん平安か奈良時代に聖徳太子のようなものがなかったらダメでしょ。そんな像ないんですよ。あんなとこで鎌倉時代の像しかないんですね。幼少のね、聖徳太子のね。つまりその頃に聖徳太子信仰がこうその頃までにまあ盛り上がってきたんじゃないかなと。で聖徳太子を奉った仏教徒として本当は向こうから来た人なんですけど、だから遣隋使で送ってますでしょ。だから遣隋使で あの大陸の文化をまあ吸収するように、そういう考えを持つということは国内におっては日本におってはそんな考えが出てこなかった。そういう子孫が来てたからで向こうへ行ってという話が考えられたんじゃないかなということを考えると何でおかしくないわけですね。だからそういうことをまあここでねよくお話しされしてるんですけど、まあ、なかなか初めてこれを聞くとですね、なかなか理解できないかもしれない。これは間違いないんじゃないかなということを。で日本のその神道はまさに物戸部氏が持ってきたそのイスラエルのそのなんていうのエルサレム十種族が日本に全部やってきてるということが分かったわけですね。だから日本人は根血民で、縄文平安時代の頃にまあ大陸から、まあ、朝鮮半島からあるいは中国から上福と一緒に3000人の道断道場もまあ来てるわけですし、上福に命令したのは秦の始皇帝でしょ。秦の始皇帝は青い目をしてって大男やったっちゅうんですね。で秦の始皇帝もお父さんもシルコード沿いのカザフスタンにあったユズキの君の系列で行商人であって、その原始キリスト教の信者だったというんですね。だから、死の始皇帝もわが子も滅びるから私もいつまでも生きてられない、で不老不死の薬を、まあ、取りに行かすのを、まあ、条件にしてですね、その3000人の道断道場を連れて行ったわけでしょ。不老不死の薬を探すのに、まあ、子供3000人もいりませんわね。つまりもう理想郷である東の恵比寿遠いというのは、まあ不老不死の理想郷であるところへ秦の始皇帝のその子供たちをですね女服に、召してですね来たんではない。100人の皇人と五穀を持ってきたわけですから、で分かってたわけですね。もうすでに天王朝時代から小安街の交流がもうすでにあったわけですから、で百石の上で日本へやってきた。そういう人たちが我々の子孫にね、まあ、なってるんじゃないか。まあ二十歳という人たちもやってきて、まあ、それがその女服が二十歳なのかね、あるいはイスラエルのレビさんといわれるその神事をする人たちですな、なのか、まあ、これははっきりと、まあ、書いたことないわからないんですけど、まあ、そういう経歴じゃないかな。かつまりあの駒出し空海をぐーっと調べていくと大友の大友氏関係するんですね。で五人の貴公子の中にも大友氏出てきますから、大友の矢川町とかいうのがありますね、有名なね、それが同じ出自みたいですね、小田氏空海と。で大友の姓の人にあの海外から電話かかってきましてね、私たちはその小田氏空海と同じなんです、私のホームページに見られてね、で元はレビですって言って、それはレビですっていう、これは間違いないなと歌分かった。だから一般的にはほとんどの人はそんなもんはどこにも書いてないしご存じないんだけど、それらがあの上賀茂神社下賀茂神社なんかの、まあ、神道系の、まあ、天皇を奉るとかね、あるいは、まあ、そういう八田ガラスとかですね陰陽道とかそういう人たちは、まあ、レビの系列じゃないかなということが分かってくるんですね。でそれで調べると平安京まさにこの、その中国のですね長安城ですね、長安城と同じこれが平安京に作りましたわね。だから桓武天皇は
その二十歳の要するに波多野川勝の娘をもらって、波多野川勝が住んでたその平安京の場所をもらって、そこに都を作ったわけでしょ。つまり波多野川勝は二十歳ですからね。でそこに五番の目のような町を作った。で実はこれね、平安京というのはそのイスラエルのヘブライ語でね、イエルシャライムって言うんですって。エルサレムのこと、エルサレムのことイエルシャライムって言うんですって、ね、そんな分からないでしょ普通ね。でなぜかというと、この先ほどの大神寺の左上の方にあったこの慶教寺院、これは現在京都で言えば渦政寺、ああ法隆寺、弥勒菩薩像になりますでしょ、あれなんですよね。で弥勒菩薩像はここで聖徳太子が送ってるんですね。でね、それがね、実はこちらの方を見ていただくとね、きっと分かるんですけど、ここにね、この弥勒菩薩像、これはご覧になったんじゃないかなと思うんですね。ああ、あります、はいはい、まさにこの弥勒菩薩像が聖徳太子が送ったと言われてるんでね。で法隆寺はまさにその長安のあった場所のところに、平安京のところにあるわけです。だから元は法隆寺はですね、大神寺と言われたらしいんですね。大きい神の始皇帝の寺ということが分かりましてね。でこの指をこういうふうにこうなんかこうやるんですね、こうやってますでしょ。これはその三位一体を表すらしいんですね、聖書の。とんでもない三位で、京都には三つ鳥居ってあるでしょ、渦政の三つにこうなった鳥居ね、これも三位。さらに天皇ね、天皇の紋章は菊の御紋ですわね、はい、でこのイスラエルのエルサレムの門の入り口に菊の御紋あるんです。こう写真撮ってきたんですね。あそこ、あ菊の御紋入り口、門の入り口、あこれですね、エルサレム、はいはい、同じなんです。で三木首相とか私たちは向こうから来た人たち、イスラエルから来たんですとおっしゃったわけね。でダビデの星と言いまして、三角形のこの逆文字になったダビデの星ですね。これは日本神道のその伊勢神道にはこうダビデの星のマークがあるんですね。最近消したらしいんですけど、京都の北部のこの神社とかね。で私も向こうへ行ってきてですね、このダビデの星のマーク、つまり向こうではその日本の神社にあたるのはシナゴーグというんですね。ユダヤのシナゴーグ教会、あそこに模型買ってきたんですけど、一番奥に本殿があるんです、はい、うん、同じ形なんですね、うん、でしかもこの日本の神輿ね、はい、まあ九州の博多の方なんかどうか知らないですけど、4人で担ぐ神輿、ああこれはねちっちゃい、見られたことあるでしょ、うん、上に鳳凰止まってますわ、ね、うん、これはユダヤの契約の箱なんですよ。契約の箱、ね、同じでしょ、うん、こちらの神社でもこういう担ぎ方をするんですね。契約の箱、つまり旧約聖書の石板が入った契約の箱、これ日本に来てるらしいですね、うん、だからこれら見るとですね、日本神道はまさにイスラエルのエルサレムから来てる、エルサレムの十種族が日本に全部来てると言われるのも全部バッチリ当てはまるんですね、うん、これが分かった。だから平安京もイエルシャレム、イエルシャライムであって、で平安京の右上の方には琵琶湖がございますね。で私もイスラエル行ってね、そのイエス・キリストが布教したところがガリラヤ湖なんですよね。エルサレムのちょうど右上のガリラヤ湖、だガリラヤ湖と琵琶湖は同じなんですよ。同じ場所にあるんですね、不思議に。偶然の一致なのか、それを知ってここをエルサレムの都にしたのか、その分からないんですけどね。ここまで分かったらですね、もうこれ消されることできない、全部これつながってるんですよ、うん、これが分かりましてね、とんでもないこと分かってしまった。でこの磯の神神宮にはこの菱地塔という国宝のね、御神体の間物があると思うんですね、天理のね。これがこの教会にある燭台、ろうそくを灯す、あれと同じ形をしているというんですね。ですから磯の神神宮は昔のその物部氏のその伝承のある神社なんですね、ということが分かると思うんです。
けどね、まあ、その辺が大体このここの竹取沖の博物館でね今もあの説明をね申し上げてる、まあ、大体の流れで、さらにまあ、 あの卑弥呼の邪馬台国に興味のある方は、まあ、こちらの方に、うん、まあ、展示したんです。卑弥呼の邪馬台国も興味ありますでしょう。あのちらっとどちらの説ですか、大和説か九州説か。もちろん九州説ですよね。そうですね、ね、まあ、九州説だったら 40% で合うんですけど、大和説だったらこのなんていうの、あのこの魏志倭人伝というところに書いたものはね、大和説は 100% 合わないんですよね。だから それに書いてあるのは、実はその書いた人は日本に来て調べたんじゃないから間違いなんだというようなことを、まあ、おっしゃって大和説と言われてるんですけど、私はまあ九州説だったら 40% 正しいなと。しかし私は奄美のね徳之島やと思うんですよ、はい、それは先ほどの、うん、シュメールから来てるでしょ、海洋民ね、奄美がね。で卑弥呼の像もあるしね。で邪馬台国は長寿の島というんですね。だからあのギネスブックによって泉重千代さん120歳世界最長の女性の方もいらっしゃるでしょ、うん、で卑弥呼はシャーマンですよね。ノロ豊がありますしね。で卑弥呼の遺体も見つかってるんです、弥生時代その頃のね、うん、それからあの極め付きはこの地図なんですよね。これ見ていただくとねよくわかると思うんですけどね、この中国人が書いた地図なんですよ。この右横の真ん中あたりに和という字がありますでしょ。ちょっと近づいていただかないと、ちょっと眼鏡変えないかですか、はいはい、和、はい、ね、和の上に日本国ありますわね、かなり張られて、はいはい、その下に大琉球がありますでしょ。あ、はい、だから卑弥呼の邪馬台国和国なんでしょ。だここなんですよ。これどこの場所に見えますここがこれが謎なんですけどね。左側は中国大陸ですわね。あ、左側ね、うん、あれ奄美あたりに見えません。そう大琉球の近くですから。あ、だから中国人はもうここがわーっと見てるんですよ。 そうなんですね。 あれは日本国から離れてるから九州には見えない。で向こうの文書にはね、東野から東にあるというんですね。東野、つまりあの中国のそのなんていうかな、あの 何してたかな、忘れた、東の方にあるというんですね、うん、え、あここにありますな、東野ね、これ今の福建省あたりです。ちょっと南に下がったところで、東野の東にある、まあ、寧波の東とかね、まあ、厳冬市でいく、まあ、その東にも当たるんですけど、なぜかというとね、これね、皆さんね、これその東はね、九州やとおっしゃるわけ。なぜかというと、日本列島はね、普通はこういうふうに立ってるんですよ、地図、本当は。ところが、立った地図では縦長の地図になってしまうんで、日本列島はもう45度の傾けた地図を私ら見てるんです。それで見ると、東になるんですね、九州が。実は違うんですよね。まあ、これが分かったのと、それから邪馬台国の 西にはね、島があると書いてあるんですね。で現在でしたらその沖縄とか奄美の西にはそんな島が見えないんですけど、うん、これね国際古地図学会の人からいただいた地図なんで、かなり古い凍土の地図なんですね。でこれ見るとまさにこのあるんですよ、大明海というところにね、右側にね島がたくさんある。かつては島やいることが分かったんですね。だから今はもう太平洋の地殻変動かなんかでちょっと沈んでですね、うん、なんか知れませんけど、 Google Earth で見ると確かに島影が海の底に見えるということが分かってきたりね。だから邪馬台国の土地は赤土であったりとかですね、もう全部これ現れるんですね。どうですかまあまあ最初聞いただけではね、まあ信じられないかもしれないんですけど、まあこれは私はもう決定やない、言葉を大にしてここでね言い続けないとね、まあ、何本言い続けても日本の学会はね変えないでしょ。もう今までの説は絶対変えませんから、出なかったらかつてのいろんな先生方を、ね、滅ぼすことになってしまう。難しいですね。難しいんですよ、まあ、その辺までまあ分かりました、ね、はい。なんか質問とか何かありましたらまた言っていただいたら、ね、なんかもう今いっぱい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 になりましたか、頭、結構、いろいろ、頭がね、ガンガンする言われるんですよ、この話すると
いや結構はい、もうやっぱりいろいろね、つながりがすごい、つながりすごいですよね、まあ一旦その辺でまあ一つ区切りしてですね、うん、あとまあ